ね、今日やる料理はね、じゃあこうナスとかね、まあ適当に買ってきて、あと冷蔵庫にあるやつで、今日もねちょっとねお腹空いちゃったんで、もう速攻ご飯やります。でまたねちょっと適当に、まあ名前はないんだけど、適当にまたさささって作っちゃいますね。今日ももう速攻シリーズの一汁一飯のコーナーですよー。だじゃあ早速やっていきます。調理スタート。はい、今日のゼロ説明いきます。はい、卵3つね、それでナス2つ、ネギの青いとこちょっと残ってたんでこれ使います。あと玉ねぎもこれだけ余ってたんだよね。これだけ入れちゃいます。で少々ね。であとこれ豚肉は200g ぐらいあるけど、これ半分だけ使います。これ 100g ね。であと今日ご飯ちょっとめんどくせんでこれ使います。でそれと、それに合わせて味噌汁ね、大根と今日は油にします。はい、ってことでやっていきましょう。よし、ってことでね、早速やっていきますか。でね、今日もちょっとね、速攻ご飯だからちょっとね、タイムこれ測ってやってみますね。見えるかね、タイム測ってやってみます。じゃあ早速やっていきたいと思います。じゃあいきますよ。じゃあはい、見えるからいきます。はい、調理、はい、スタート。はい、いきます。よし、じゃあ早速やっていきますか。今日はこれね、今日も適当にやるけど、大体まあなんか中華丼のような、天津丼のような中間みたいなやつ やろうと思ってますよ。でね、これで今日はこんな感じで半分だけね、 100g ぐらい使う。で豚肉はちょっと今日はこうやってこうちょっとね細い目に切ります。こんな感じね、ね、今日細めに切って、まあ肉細く切りましたと。はい、そしたらあれだよね、先に、何より先にこれ温めておきましょうね。これ電子レンジでじゃあ温めておきます。よし、そしたらじゃあこの野菜か、じゃあこのナスね、ナスはこうヘタ取って、よいしょ。そしたらこれもね、よっ、今日は何分かかりますかね。この間のやつはもう結構15分かかったって。大体炒めてね、こういう風に作るって大体15分ぐらいはかかりますよね。で、まあとりあえずこれもこうね、ちょっと早く食べるために、ちょっと今日もね、ナスも薄めにこうやって今日切ります。よし。はい、そしたらね、玉ねぎちゃんもね、ちょっとしかないからね、こんな感じで切って、よし、なるだけもうその厚さ揃えて、火の通り均一にしますね。でネギの青いとこね、今日は青みが何もなかったんで、この青いとこだけちょっとだったんで、よし、こんな感じで、はい、切りましたと。はい、じゃあこれで野菜の方はいいかな。さあ味噌汁もね、同時進行でいきましょうね。でまずこれ大根をちょっと皮むいて、で大根もはこうちょっとね、今日は薄切りにします。これもね、もう千切りのような感じにします。よいしょとね。こうやって薄く切って火の通りを早くしますよね。大根ちゃんね、ゴロゴロしてるのもいいんだけど、この薄作りのね、さっと火通したやつも美味しいよね。よし、はい、こんな感じでね。で、油揚げは、いつも通りね、こうやってこう、キッチンペーパーでこう、油こう、拭き取ってあげて、ね、こういうふうにこう、油出るから、これで下処理して、で、まあ、これもね、まあ、大根と同様、こう、あ、ご飯ありましたね。で、あれはほっといてや。で、これも細く切ります。はい、これで、こっちの方は、これ、味噌汁の具ができましたと。はい。さあ、そしたら、あとは、ちょっとね、今もう、火をつけときますね。フライパンに。で、持って、卵割って、よいしょ。いっちゃえ。はい。はい。よしと。はい、そしたらね、このね、さっきの焦げた菜箸でこう混ぜておきます。よしと。はい、これで、はい、これ味噌汁ね。これはちょっと丼の具ですよ。じゃあこれで準備 OK です。よし、じゃあ早速やっていきますか。じゃあね、同時進行でね、今日もね、こっちのこの鍋の方で味噌汁、これ 400cc ね、これ火にかけながら、よいしょ。
でまあまあ、この大根とも油揚げも入れちゃいます。はい、さあ行きましょう。でそしたらまずね、油大さじ1杯半ぐらいかな、よいしょ、入れます。はい、でそしたら卵をね、卵をピョーンと入れて、でちょっと強火で少しね半熟な感じに卵を仕上げますね。でこう最初こうかき混ぜてあげて、で徐々に固まってきたらこうちょっと寄せるイメージですよ、寄せるイメージで、よいしょ、はい、はい、そしたらパンとひっくり返して、はい、今度一回もう火止めます。はい、よし、はい、そしたらねこれ今レンチンしてきたこのご飯ね、ご飯の上にこれぶっかけちゃう、これも天津丼の素みたいな感じね。はい、そしたらここに今度よいしょ、改めまして油大さじ1杯ね、1杯、はい、そしたら先ほど切ったこの、 あの細切り肉ね、細切り肉をまず入れますよ。よし、さあね細く切ったからね、これもねすぐ火が通ると思いますよ。はい、そしたらこの豚肉ちゃんとね油の炒まってきたところに、はいはい、野菜ね入れていくけど、まず玉ねぎだな、玉ねぎ少し入れて少しこうなじませたところに、よし、はい、全部入れちゃっていいよ。はい、でナスもね細かく切ったからこれ火の通り早いんですよ。よし、よし、じゃあちょっと味噌汁かき混ぜておいて、はい、こんな感じで、ナスに少しねこの油が回ったところで少しねこう透明感が帯びて少しねツヤっぽくなってきます。はい、そしたらここにはい、お水ですよ、お水に 100cc ピョーン入れます。よし、はい、そしたらね味付けいきます。今日はねちょっとねオイスターベースでやってみようかな。でお酒まずね大さじ1杯ね、はい、そしたら、オイスターソースね、オイスターソース。大さじ2杯。はい。そしたらね、お醤油ね。これ普通のお醤油なんだけど、これは小さじ1杯分ぐらいでいいかな。はい。入って。はい、そしたらね、あとお砂糖だな。お砂糖はね、この感じだと。小さじね、1杯半ぐらいかな。ね、これで。はい。入りましたと。で、そこ知るうちに、こっちももう沸いてきたよ。はい。で、はい、これで一通り、こう、調味料入れたところで、一旦味見まーす。よいしょ。いいね。これね、少し濃いめのね、オイスターの濃いめの味なんで、卵とのご飯にちょうどね、合うくらいにね、ちょっと濃いめの味なんですよ、これ。で、これで、しっかりこう。よし、ただちょっと味しめるために少しブラックペッパーちょん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 と入れて、よいしょ、だからねこっちねだいぶグラ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 してきて、じゃあちょっと弱火にしといて、はい、そしたらはいここまで来て味が決まったら、はいここで、はい、水溶き片栗粉、はい、水溶き片栗粉は、片栗粉1に対して水を2で溶いたもんです。はい、はい、これを溶いで、はい、そしたらちょっとここに弱めてあげて、はい、でこれでねちょっとあんかけにしていきます。よいしょ、この感じ、ちょっとずつこう入れて、でこういつも言ってるけどみたらし団子みたいにこうとろーっとしてきた
ね、この感じになったら片栗粉は一旦こうねしっかりあの火を強めて、この段階で一回ねあの強めますよ。はい、よいしょ、こんな感じでバーッと一旦通してきたら、最後の最後にごま油でねちょっと火を止めちゃって、はい、そしたら最後の最後にごま油よーってちょっと入れてあげて、はい、そしたらね今度こっちにこっち行こうか。そしたらこれもうあの細く切ったんで、もうあのなんつうの、大根にはもう完全に火取ってます。そしたらここにあの本だし小さじ1杯、はい、そしたらねここに味噌ね、味噌 40g こうやって入れてあげて、でこれでねあのいつもの分量だからこれで味はもう決まってますから、でこれでよいしょ、しっかり味噌溶かせば、はい、こっちでね味噌汁の方ももう完成です。はいはい、そしたらね、はい、今できたっていうのはこのあんかけちゃん、これをねこの天津丼みたいなやつにぶっかけちゃいます。はいはい、よ、美味しそうだよね。なんだろうこれ、天津丼というか中華風オムライスというか、まあなんとも、もう名前がもうないからね、適当にあのあれだけど、よ、これはね美味しいと思うよ。はい、よし、こんな感じであんかけをぶっかけて、このね大根と油揚げの味噌汁、よいしょ、これをダーッとぶっかけて、うわー具沢山だなこれは、うわーたっぷりたっぷり、こんな感じでどうでしょう。はい、完成しました。ね、今日のこの簡単料理ね、なんていうかな、これなんつったらいいかな、まあいいか、ナスと豚肉天津丼と、あと大根と油揚げの味噌汁の完成でーす。ということで、はいはい、今のラップね、はい、これ15分26秒ね、15分30秒ぐらいだね。はい、こんな感じで15分30秒で出来上がりました。ということで、はい、じゃあ早速食べてみますか。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれですよ。どうですかこの感じ、なんと面白いよね。でもって、こう大根と、よいしょ、こっち、のね、油揚げね、の味噌汁ね。よし、じゃあ早速これを食べる前に、あ、ちょっと待ってね、よいしょ、これを持ってくの忘れちゃった。大丈夫大丈夫、じゃあ早速ね、これを食べる前にいつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい、もうめっちゃ美味しい。へへー、ということで今日の感じこれですよ。どうですかこの感じで、これ熱々ね、大根のお味噌汁、はい、じゃあ早速いただいてみたいと思います。いただきます。今日はこれはもうやっぱりこれだよね、スプーンかレンゲだよね、ウルトラマンみたいな感じでね。じゃあ早速いただいてみたいと思います。じゃあこれですよ、これ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 、もうこの感じわかりますか、このナスの肉のあんかけの中、卵だよ。よし、じゃあ早速いただきます。いただきます。うっ、もうこれはもうめちゃめちゃ美味しい。なんたる美味しさ、すごい面白いけど、まあ当然ねこの味でまあ想像つきますよね、美味しさそうするのは、まあ、しょっぱい味にあの卵ですよ、まあ合わないわけがないよね、めちゃめちゃ美味しい。うーん、うーん、なんとも言えないこの、なんていうかコントラスト、なんて言ったらいいんだろう、これはオムレツとも言えないし天津丼、うん、それもまた違うよね、なんか、うん、なんて言ったらいいの、まああんかけご飯、うん、多分この上のこのあんかけだけでご飯にぶっかけても美味しいんですけど、やっぱりこの卵が生きてきますよね。このトロトロ半熟卵と合わさったところがやたら美味しい。うん、
これはいけてる味だね、本当に。うん、ちょっと手間っちゃ手間ですけどね、卵炒める、あのやる分ね。でもって、うん、この大根油揚げの味噌汁いただきます。いや、このね、細く切ったからすごい、もうすでに味がしみしみです。うん、これ好きだな。この大根は細く切ってさーっと火が通ったところだから、シャキシャキして、シャキシャキも残ってるんですよね。でもシャキシャキなんだけど、しっかり味が染みてる、この感じ。いや、この細切りの大根最高っすね。結構僕これ好きな味噌汁ですよね、この細切り。たまるわ、これほんと美味しいね。でもって、このナス中華丼というか、ナス卵中華丼、名前が、なんだろうな、天津丼、ナスと豚肉の天津丼、名前が難しいっすよね、こういうやつって。ほんと、で、まあこの味なんで、甘じょっぱい感じに卵なんで、まあ味変ね、なんかやっぱラー油なんかいいんじゃないですかね。ラー油ちょっと入れてみますかね。ちょっとこう、ちょっとピリッとさして、まあブラックペーパーは効いてるからね、その胡椒の辛さはあるんだけど、これでちょっと辛み入れて、いただきます。ちょっとピリッとしてアクセントがあっていいですね。美味しい。だからこのあんかけの部分にちょっと豆板醤効かしてもよかったけど、まあこうやって後がけでね、いろいろと楽しめるのがいいかな。美味しい。まあほんとこれ美味しいな。で、まああの速攻ご飯って言って15分ってどうなんですかね、皆さん。15分早いかな。まあなんだろう、カップラーメンとかの3分とか5分だからね、まあ早い、すごく速攻っていうわけでもないけど、まあこれだけのものだからね、やっぱり普通に作って、まあ僕もそんなに 手はまあなんつうの、そんな遅い方じゃないからね、やっぱこのくらいはかかりますね、やっぱ普通に。で、前のほら鶏肉のやつも結局15分ぐらいかかったから、まあ大体ワンパンレシピでああやって炒めてやると15分前後なんじゃないですかね。まあ最速でやってもね、まあ物にもよりますけど、まあ、大体それぐらいで あれだよね、あの出来上がるのが多いよね。大体、そうだね、15分だね。大体15分で最速、あのワンパンの、あの速攻ご飯っていうのは大体できるっていうのが分かりました。しかしうまいなこれ。ということで、では大根、あったまるなこれ。でこの食感いいもんね、大根の細切りって。こっちはまあね、ラー油ってわけにいかないから、味変するとしたら七味とか一味ね。これをチラチラってこれ入れてもいいよね。同じ辛さでもこのラー油とね、この七味全然違いますからね。あーいいね、ほんのちょっとピリッと入れたらやっぱ味が締まる。あー美味しいな。ってことで今日のこの簡単料理ね、まあ簡単速攻、あの適当にまだいつも通り作った速攻一汁一飯、はい、今日はね、まあ名前、まあいいや、あの研磨寿司機、肉なす天津丼と大根と油揚げの味噌汁、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。